私自身、大物は作れないんだけど、友人 A がとても器用。私が出産した時、A が失業中ということで、せめてもの気持ちと、夏用の子供パジャマ90センチを3枚も作ってくれた。名前タグもついているし、どうせ保護者の目に触れることはないだろうと、主に保育園の昼寝用に使っていた。そして、今日、園の夏祭りの準備中、同級生母に、うちの子のパジャマも作ってとしつこくされた。どうも、クレコ早退の際に、パジャマの柄が好きで、メーカーを確認したら手作りだと分かったらしい。ずーっと、準備も手伝いもせず、こちらが、私ではなく友人作を連発しても聞く耳を持たない。さて、どうしようと悩んでいると、見かねた B さんが、それじゃあ、私さん、友達に頼んであげなさいよ。友達の月収、時給にするといくらくらいになる？携帯を取り出し、月収25万だとして、月20日、1日8時間労働で1500円くらい？パジャマ一着ってどれくらいかかりそう？ 8 時間でできるもの？生地代もタダじゃないわよね。何メートルくらい必要？ 3 メートル？生地って1メートル1000円くらい？やだ、クレさんトラブルじゃ、一着1万5千円のパジャマ？すごいじゃない。とまくし立ててくれた。口をパクパクさせるクレさんと、笑いを噛み殺す周りの保護者たち。調子に乗って、友人、失業中なので喜ぶと思いますと、携帯を取り出すと。やだ。本気にしないでよ、ただのお世辞じゃない、と逃げていった。A に顛末を報告すると、オーダーしてくれりゃ、喜んで作ったのに、と笑っていた。ちなみに、一着 1.3 メートル、三着で2日くらいだそうだ。改めて、素晴らしいお祝いをしてくれたんだな、と感じた。